この動画はサンスター文具から登場しましたクリープを紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、りんいすけです。今回紹介するのはサンスター文具からこれらの可愛い色の固形マーカーが登場したので紹介していきたいと思います。先に製品の特徴なんですが、先端がリップクリームのような形になっていまして、回転してクリアすことができます。こういった形の蛍光マーカーのことを固形マーカーというんですけども、これまでの固形マーカーにつきましては比較的ビビッドカラーといいますか、はっきりとした色が多かったんですけども、ついにですね可愛いカラーが登場しましたので全色購入してしまいました。カラーラインナップが全8色展開となっていまして、まずこちらのピンク、オレンジ、イエロー、ミントグリーン、ブルー、こちらがネイビー、パープルではなくバイオレット、最後は非常に珍しいグレー、以上の8色展開となっています。それでは続いてこちらのクリープの特徴を見ていきたいと思います。まず一つ目がですね、固形マーカーということで通常のラインマーカーと比べると非常に滑らかになっています。試しに書いてみますと非常に滑らかで無音な感じですね。油を塗った紙の上をなぞっているような感じで非常に滑らかに書くことができます。なんだか癖になりそうな滑らかさですね。次に特徴2つ目、固形ゲルインクなので上から書いてもにじみにくいということで、油性ボールペン、ゲルインキボールペン、水性ペン、油性ペン、以上の4色で検証していきます。ということで、初めに油性ボールペン、次にゲルインキボールペン、水性ペン、最後は油性ペン。先端の削る具合は割と早い感じですね。柔らかめのクレヨンで描いたような感じです。それぞれアップで見ていくと、にじみにくいというものの完全ににじまないわけではなく、全てのペンで多少インクの伸びが見られました。ですが読めなくなるというわけではないので、にじみに対しては軽減されている感じがします。最後ポイントの3つ目なんですけども、長時間使用しても乾きにくいということで、こちらのクリープにつきましては特に何日という記載がなかったんですけども、参考までに似たような製品でセットラーのテキストサーファーゲルがあるんですけども、こちらにつきましてはキャップをしなくても数日乾かないということで、あまり推奨はしないんですが、1日2日の間ちょっと忘れても問題なく使うことができます。それではノートを使って色見本を作っていきたいと思います。それでは初めにピンク、オレンジ、イエロー、ほとんど見えないですね、ミントグリーン、ブルー、ネイビー、バイオレット、最後はグレー。はい、ということでこんな感じで書くことができました。よりアップで見ていくとこういった形になっていまして、画面だと若干ピンクとオレンジが分かりづらくなっていますが、実際目で見てみると結構色の違いがあります。イエローにつきましては画面だとほとんど見えなくなってしまいますが、割と黄色みは残る感じ。それとですね、気になった点なんですけども、少々ですね力を入れてしまうとこちらのブルーのようにクレヨンの削ったようなカスが残ってしまうので、この辺は気になる点かと思いました。消しくずのような感じなので、ティッシュなどで拭き取れば綺麗に拭き取れる感じですが、指だと結構ついてしまう感じですね。それと上から触った感じは、ペンからなぞってにじみにくいというメリットや、滑らかな書き心地はあるものの、ちょっとベトつく感じがあるので、購入する際は注意してみてください。ちなみに裏抜き裏写りなんですけども、共に全く問題ないですね。はい、ということでこの動画は以上になります。サンスター文具から登場しましたクリープをレビューしてみました。この中で好きなカラーを選ぶとすると、今までの固形マーカーにはなかったグレーと、それから個人的にはネイビーが結構好きな色味でした。描いてる時はクレヨンをさらに滑らかにしたような感じなんですけども、力加減を間違ってしまうとちょっとカスが残ったりですとか、若干ですね、ノートの上から触った感じはベトつく感じもございますので、メリットがある反面、デメリットも少し気になる製品かと思いました。固形マーカーでは珍しいパステルカラーのラインナップとなっていますので、気になる方は近くの文房具店で探してみてください。それではこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。